こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第155回目の流れの歌ちゃんをお送りします。今日は10月の7日ですね。昨日からね、雨でね、気温がぐっと下がってね。今日なんかはもう本当に僕は長袖ですね。から首にマフラーをしてきましたね、こう急にこう冬が近づいているような雰囲気ですよね。まあびっくりしますね。まあ僕はあのどちらかというと寒い方が好きなんですけどね。はい。まあね、昨日は中野区の野方ですね、野方ホールで友人の森茂雄さんの、ね、20周年記念の歌謡祭があったんで行ってきましたね。まあ雨の中ね、重い荷物を持って、ね、野方の駅に着いてエレベーターを降りました、ね、そこでまあ一句ですね。野方へと着けば野方が出迎え、野方へと着けば野方が出迎え、まあ、そんな感じで雨の中野方の駅を降りてね、まあ、半年ぶりかな、野方のウィズホールに行きましたね。そしたらだいぶやっぱあのコロナ真っ最中の頃と会場の雰囲気も変わりましたね。以前はもうこんな太いね、通気口というかこうすごいこうパイプがね、上から下まであってゴーゴーゴーね、風を送る音がしたんですけど、そういうのも一切なくなってて、まずはこうコロナを忘れるような雰囲気でしたね。まあそんな中ね、森茂雄さんのね20周年記念、ね、歌謡祭に、まあ、参加しました、ね。実はね、この森茂雄さんという人と僕はね、結構深い付き合いがあるんですよ。ね、まあ、僕がデビューして、まあ、1年経った頃かな。僕のお店にね、よく、まあ、ちょっと偉大のしてないね。7、8人のメンバーが毎週あの歌いに来てくれたんですよ、ね、誰だろうなこの人たちと思って今聞いたらね、ハッピー音楽事務所というその音楽事務所のね会長が、ね、森泉さんという人ね、まあ、あとその、まあ、会のメンバーがね毎週来るんですよ。なんだろうな、このベテランの信頼感じだから、僕は当時ね、その会長さんのことをね教祖様と名付けてたんですよね。で、ある時ねそのメンバーの一人にね聞いたんです。この教祖様はどういう方ですかって言ったら、聞いたらね、どうもこうこのハッピー音楽事務所に入るとね、ダムにカラオケダムですね、ダムに曲が入りやすいということらしい。そう言って言うから、そうと。でも僕も当時ね、モナイザはダムに入ったんですけどね、その後の曲ね、ラブアット東京とかね、タンポポの歌とかね、キッスを忘れた恋人たちとか、いろいろダムに入れたい曲がたくさんあったんですよね。でもまあ当時簡単にダムには入りません。そうか、じゃあ僕もこのハッピー音楽事務所に入ってちょっと活動してみようかなと、まあ軽く考えて参加したんですよ。でまあハッピー音楽事務所というと当時はね、まあ、今ではもうすっかり有名なね半蔵、知ってますよね、半蔵、半蔵がいたんですよ、そしてその会のね
趣旨はね、聞いてみると半蔵のデビュー曲、ね、心花っていい曲なんですよ。心花を紅白歌合戦に出そうという、まあそういう回だって聞いたんです。そうかと。僕も当時あんま半蔵よく知らなかったけど、聞いてみたらね、僕と同じ島根県の出身なんですね、半蔵ね、うん、そうかな、まあ、なんとなく親しくなってね、彼のお宅にも行ったことあるんです。で彼も僕の事務所に来て、いわゆるミーティングをしょっちゅうやってたんですよね、うん、まあ、その中の一番こう中心的な、人物がね、森繁夫さんだったんですよ。まあ中心的というか、その発展学事務所の、まあ、事務局長的な感じの人ですよね、うん、まあそれでね、僕はまあ間もなく発展学事務所を去るんですけど、まあ、半蔵も去りました、僕も去りましたね、まあいろいろあって僕はもう一人で活動するようになったんですけど、森繁夫ちゃんとはね、個人的にずっと付き合いが続いたんですよ。なんとなくこう人懐く人で、ね、全然怒らない人でね、なんていうかね、敵を作らない人ね、優しいんですよ、うん、腰は低いしね、うん、まあ、僕もなんとなくこう付き合っているこう楽しい人だから、うん、大事な友達にしようということで、ずっと約20年近くね、お付き合いが続いてたんですけど、まあなんせね、僕は東京フレンド入り歌謡連盟というのをね、何年か前に立ち上げて、まあ当時はね180の団体、いわゆるカラオケ店、歌手の事務所とかね、音楽教室とか、この関東中でね180件の団体がね、歌謡団体が加盟してくださったんですよ、ね、でそのうちの40件がね、実はこの森繁夫さんの紹介なんですよ。こういうところがあるから電話して、こういう歌手がいるから電話してって、いろいろあるんですよ、お誘いが。それで僕は電話しますよね。そういう関係でね、すごくこう助けていただいたのを覚えてます。でもね、まあ本当にこう世話になったんですけど、お互いにも年取ってきましたんでね。で森ちゃんから先日電話がありました。長井ちゃん、どうもってね、実は最近ちょっとこう体調が崩して、うん、そうって、どうなのって、うん、まあね、ちょっと その体調のことで、自分の師匠である星圭三さんね、マジソングとかで有名ですよね、星圭三さん、実はこの星圭三さんの唯一の男の弟子だったんですよね、森繁夫さんね。相談したらしいんですよ、ちょっと最近体調が良くない、星圭三さんがね、そっか、森ちゃんもねデビューして20年になるから、そろそろ記念にね、自分のね20周年記念発表会でもやったらどうかという、まあアドバイスがあったと。そういう、まあ電話が僕のとか、ぜひねやりたいから協力してくれと、まあもう喜んで協力しますね。いや、まあところが、まあまあそんなに大人数ではやりたくないということだったので、うん、まあ僕がだってまあ本当に 2,3 人ね連れてきてくれればいいよって話だったんです、うん、いいよって。でまあここでよくね報告を得ましたね、当然、うん、で実際ね昨日行ってみたら、やっぱりゲスト歌手的なそういうコーナーがね
二十何年いるんですよ。ねえ、すごいなーって、ね。一般の方以外にですよね。ゲストコーナー的な方約30名いたのかな。それだけ森ちゃんの人脈の広さがね、わかるんですよね。今度やるから、付き合ってって、はい、いいよいいよいいよって人たくさんいるってことですね。うん。本当にすごいなーと、改めて思いました。ね。まあ、人間はね、誠心誠意、ね、心で、ね、心をあったくして、いろんな人と付き合うと、人がついてくるんだなということをね、森ちゃんを見てて本当に感じました、ね、本当に僕も森ちゃんと付き合ってね、良かったと思いました、ね、昨日、社用をね、僕も心を込めて歌ってきました、ね、はい、まあ今日のねお友達コーナーはね、その森ちゃんの歌はね、何曲かダメに入ってますけどね、一番僕はあの親しみを感じてる曲はね、新橋の人っていうね、とてもあのペーソスのあるこう高いね、人間味を感じる曲なんですよ。これはね、ぜひ皆様に今日はお届けしたいと思います。ご存知の方もあると思いますけどね、聞いてみてください。森重雄で新橋の人です。どうぞ。はい、森重雄さんで新橋の人でしたね。なんかいい歌でしょね。ついついこう歌ってみたくなるね。これからも頑張ろうね、森ちゃんね。はい、で今日の流れのコーナーはね、うん、やっぱり大事なもの歌いますよね。超四分思い出マイクですね。これを歌ってみたいと思います。溺れてあなたに疲れ、生きることにもため息ついて、一人口紅拭き取るだけの生き方だけが寂しい。こんな夜には少しお酒で涙の相手しましょう。そして抜け殻パジャマ、あなたの代わりに。時は明日を連れてくるけど、過去のどこかで迷子になっ
てる。夢の続きを誰かに見ても若くないから明日が怖い。綺麗事なら愛するだけで本当は何いらない。だから鏡に映る私に思い出話しましょう。そして枕を抱いてあなたの代わりに。時はあなたの映り画だけを今もこの部屋残しているから。こんな夜には少しお酒で涙の相手しましょう。そして抜け殻パジャマあなたの代わりに。時は明日を連れてくるけど過去のどこかで迷子になってる。おいで迷子を聞いていただきました、ね、次回はですね、やっぱり大好きな市毛牛のね、隠れた名曲ですね、京都恋歌、ね、に、挑戦したいと思いますね。いや本当にね、急に寒くなったからね、本当に毛布なんかかけてなかった。さすがに家では毛布かけてきましたね。本当気をつけないと、この季節の変わり目はね、怖いですからね、ね、気をつけましょうね。はい、どうも今日はありがとうございました。